でここからはファイターズガールのパフォーマンスをお楽しみいただきましょう。まずはこのナンバーから Take me out to the ball game。Grab your flag and wave them along with the song. Hey folks, are you ready? Fire show! ファイターズガールの皆さんです。大きな拍手お願いします。皆さんこんにちは。私たちは北海道日本ハムファイターズ、ファイターズガールです。私は今回 MC を務めさせていただきます。1年目の五十嵐香織です。どうぞよろしくお願いします。短いお時間ではございますが、私たちのステージにお付き合いください。それでは早速ですが、今回ステージを盛り上げるファイターズガールのメンバーを紹介します。まず私の隣からシータン、ミキティ、マイクを持っていただいているのは五十嵐香織さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょっとこれはね、恒例にしていきたいなと思っているんですけれども、香織さん、はい、1年目ということで、はい、どうですか、シーズン始まって今お気持ちは。そうですね、皆さんと応援できていることが本当に本当に嬉しくて、毎回毎回毎試合本当楽しみにさせていただいてます。はい、1日どれぐらい練習ってしてるんですか、今ファイターズガールとして。そうですね、レッスンがある日ですとレッスン時間が 2,3 時間あるので、レッスン内では 2,3 時間練習してるんですけども、それ以外で自分で、まあ、1日 2,3 時間また練習してる感じですね。おー、相当練習をしている。あの、先輩から学ぶことっていうのもやっぱりいっぱいあるんですよね。そうですね、ダンスだけではなくて見せ方だったり、まあ、なんかルールだったり、いろんなことを教えてもらっています。そんな中ではあるんですけれども、もちろん先輩をリスペクトしているのは当然なんですが、はい、さあやってまいりました。恒例とはまだなっていませんが、2回目なんですけれどもね、はい、ファイターズガールの中で私これなら宇宙一位、イエーイ。さあ香織さん、はい、ファイターズガールの中で、はい、私これなら宇宙一、過去笑顔とかね、はい、結構当たり障りのない、回答が多かったわけなんですけれども、僕はやっぱり香織さんにね、バツンと言ってもらいましょうよ、もう、はい、そうですね、誰にも負けないことは足の速さですかね。お、足の速さに自信がある、はい、そうですね。なるほど、はい、じゃあ例えば、ミキティにこれは勝ってるなって思うところはどこでしょうか。もう名指しでいきましょう、はい、そうですね、若さですね。言っちゃったな。なんかちょっとあの、当たり障りのないことを言って、俺が若さでしょって言おうかなと思ったら、まさか自分で言っちゃうと思わなかった。まあまあね、ということで、ファイターズガール、今日も試合を盛り上げていただくということになりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあこの後お任せいたしますよ。はい、はい、ではこれからは3曲続けてダンスナンバーをお送りします。せーのの後に
に皆さん一緒に Go Fighters の掛け声をお願いします。いきます、せーの、 Go Fighters。そしてみんな一つ3曲続けて踊っていただきました。大きな拍手お願いします。皆さん温かい手拍子ありがとうございます。私は1年目の田島萌美と申します。よろしくお願いします。はい、田島さんよろしくお願いします。香織さんについて、萌美さんも1年目ということなんですね。はい、はい、そうなんです。ファイターズガールにはこういつ頃から憧れていたんですか？ファイターズガールは私もともと野球とダンスがすごく好きだったので、結構長い間ずっと憧れていま
1年目としてね、活躍してくださっているということなんですが、はい、踊っていて、はい、一番嬉しい時っていうのはどういう時ですか？やはり勝利のジンギスカンのお客様も盛り上がりますし、やっぱり踊っていてとても気持ちがよく楽しいです。最高の瞬間ですよね、はいはい、さあそんな田島萌実さんにも伺いたいと思います、はい、ファイターズガールの中でこれなら私が宇宙一。さあやっぱりファイターズガールですから踊りだけじゃなく、トークでも盛り上げてください。それは俺の仕事なんですけどね本来ね。はい、さあ何かありますか？私が宇宙一だと思うのは、はい、お餅のようなほっぺたです。おー、なるほど。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございます。いいっすね。じゃあほっぺたちゃんって今度から会ったら、はい、萌実ちゃんのことを呼んでも大丈夫と。あ、じゃあまあそれで、じゃあお願いします。いいですか、はい、ほっぺたちゃんって呼んでも怒ることはないですね。あ、怒らないです。笑顔で。わかりました、はい、新たな愛称が決まりました。はい、皆さんよろしくお願いいたします。で今日はあの、はい、ウィーラム北海道シリーズのユニフォームをね、はい、着ていただいているわけなんですが、はい、着心地はいかがですか？あ、すごくなんか緑色がやっぱりどこにいても目立って、はい、気持ちも高まりますね。とてもあのピンクとの相性非常にいいですよね。ピンクありがとうございます。今テラスステージの方だけにミキティのファッションショーをご覧いただきました。コンコースの方残念。残念ですね、はい、今のさあ、ということでいろいろお話を伺ったわけなんですが、はい、最後のナンバーでじゃあ盛り上げていただきたいと思いますので、はい、ほっぺたちゃん紹介をお願いいたします。はい、はい、任せてください。次の曲が最後になってしまいます。今年の We Love 北海道シリーズのテーマでもある北海道新幹線の開業イメージソング、グレイさんよりあのナンバーをお届けします。今日はグレイさんご本人がパフォーマンスをされるということで、私たちのこのパフォーマンスは今日このステージのみでとなってしまうのですが、皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。いきますよ、せーの、ゴーファイターズ。ありがとうございます。